いやいや、まあそうなんだけど、一応俺にはさ、そのぐらいかななんて言ってたから、共感したかみたいな。か、もしくは、あ、でも。台風だったしな、昨日はな。本当に昨日が良かったんだけど、台風だったな。あ、いや、いいんだよ、いいんだよ。うん、そんなのは。女いない二人、うるせえ子ねやろ。いないんだよな。いいんだよ、俺は。かっこいいっていいとか言ってるけど、俺ね、大阪来てさ、現地妻でもいりゃ、一回ぐらい放送休んでるっつうの。毎日毎日放送してんだよ。誰もいないよ、俺は。かっこいいなんていねえよ、54の知事。明日どれ、じゃあ俺と道頓堀で突撃でもするかい。やるか。二人で。やるか。俺もなんか返さねえとよ。え、いいよ。どれの枠でいいんだね。いいよ。あ、いいよ、いいよ。それはやっぱこう、ねえ。俺じゃないよ、うん。そっちのリスナーが喜んじゃうよ。いや、めったにやんないっしょ、最近。やんねえけどさ。そうやってさ、そりゃ今までさ、ああじゃねえ、こうじゃねえってやってたけど。おい、また来たよ。はい、ありがとう。あのさ、だから、今まではそうやってやってたけど。でもあれはさ、言った宣伝じゃん。その、な、嫌いのなのって言ってから宣伝してたんだよ。どんだけあれからつなげれたか。でも、それを、だから、ある程度ほら、キープしてるから、やっぱすげえって。だから、残せるか、俺いつも言ってんじゃん。何気に入っちゃってんだよ、部長さん。だから、残せるか残せないかは、その人次第だから、その最初のきっかけ作りは俺するけど、あとはほら、どうもできねえから。わかんねえ。うなが落ち着いただけでしょ。いや、俺は別段なんもないんだよ。笑ってんだもん。ヘラ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 。めって言ってんだろ、俺のことよ。なるふざけやがってよ、とか言って。明日何時頃やるじゃん。夜の方がいいだろ。夜はでもみんな来づらいんじゃない。いいよ、任せるけど。昼間は逆に来ねえぞ。だって平日だもん。あ、そうか、そうか。そうだよ。仕事終わってからだから、それこそ6時、7時だぜ。もうでいいんじゃないの。なんでいいの、お任せする。あ、そうだ、あとでどれ、あの、携帯交換しとこうよ。だから、明日連絡つくじゃん。まあ言ってもくれれば合わせて。だから俺の頭の中では大体、まあ、6時か7時だよな。何気にいいんでしょ。いいじゃん、それ。佐野さん、よかったね。びっくりだよ。まあ、うすうすさ、これ放送で言ってたんだよ。フリーとかずっと言ってたから、俺も、くんなよとか言って笑ってつけたんだよ。本当だったらの、くんなよじゃなくてね。いや、俺バカだかわかんない。何をやってんだ、腰振ってんだ、おめえ。俺は男だよ、かわいそうだね。誰でもだよ、もう。俺にだけはあんまり振らないけど、他の人はほら、匂いが違うから。いや、あんまり人来ないから、興奮してんの。なんかじゃねえよ。そう、俺っちはあんまり来ないから。うるせえ、おめえは。遊んだしてんだよな。いや、もしかしたらあるかもなっていうのは若干あったんだけど。香水なんかつけてない。あ、アナビさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうよ。だから、そういうのは、想定外ではないよな。想定、若干想定内だったよ、俺。いや、うなちゃん次第だよ、そんなもん。来るのは俺の勝手だし、うなちゃんがどうするか。ピンポン開くと思った？いやー、微妙だったろ？何よっつって。まあ、それもありかなと思って。何よって言って。開けるよ、それは。だって、敵意のない人にさ、俺が敵意持ってもしょうがねえじゃん。でもほら、今までのニコ生だと、そうだとしてもなんかやり合わなきゃいけない雰囲気ってあったじゃん。いや、もうあれはもう俺疲れちゃって。古いよ、古い。もうそんなのも時代じゃねえし、今それやっちゃったらすぐパクられちゃうから。もっと上同士生だから。じゃあ、過疎に来られたってさ、ね、ワンちゃん、うなちゃん開けてくれるかってないから。
だから未だにやってんのは下手なんだよ。未だにやってんのは。まあレアっちゃレアだけどね。俺ほとんど会わないからさ。いや会わないっしょ。闇将軍とかみんなもう門前払いだよ。ワードも門前払いだよ。いやだから俺がね、あのドレシンってあの深夜食堂、ほらドレシンつったでしょ。俺じゃないんだって。神様がドレシンつってんだろ。あのその最初はほら少なかったじゃん。で増えて、うん、まあほら便所のああいうのも出たりとかなんとかって言って、うんうんうん、でキープしてるなっていうのは、うん、俺の中ではキープできない人がほとんどなんだよ。まあね、残せない人が、ね、だから残してんだから俺はありだと思うよ。やり方は多分間違ってはいないんだよ。ただもっといいやり方があるかもしんないよ。それは分かんねえけど、時間帯もあるし、うん、やっぱ皆ちゃんとは言ってくれたらよ。違うんだよ。深夜は逆にあんまり集まんねえんだよ。うん、その要するに8時から10時ぐらいの2時間が一番のゴールデンタイムなんだよ。うん、もうそれはもうニコ生の頃から、うん、もうそこはゴールデンなんだよ。うんうん、ちょっと早く前倒しすれば7時から10時までの3時間ぐらい。まあ1時の、ね、でまあちょっと 寝不足でもいいやっていう人は12時ぐらいまで言うから、うんうんうん、そっから先は、うん、いや本当に聞いてくれる人がいないと集まんねえから。まあ、ね、うん、まあ寝られない人とかね、夜の仕事の人とか。だから逆にそういう人たちは昼間寝てんだよ。まあ、ね、うん。だからそこら辺は、でもあの朝方のどこも明日ってすごい人数じゃん。いつも明日って昼間だってさ。いや俺とかもかもうほぼ固定なんだよ。ね、だけど見てに。これ1400来てるってのはどれがコラボでこうやって来てくれてるから、これを違う、そりゃそうだよ、間違いない。俺の400と梅ちゃん戦がただ争っただけ。いやそんなことねえな。俺だってさっきまで500とか600ぐらいだったんだ。なるほど。うん、根本おめえら2匹に集客力ねえから。そうだよね。そうだ、大したことはねえよ。いやいや梅ちゃん、あのさ、そのお祭りに行く仙人たちね、金梅が札で、荒野が揉めてってね、うん、俺いや俺あの荒野っていうのも意外と人集めるようになったな。そうだね、400、500。あれだって誰かに売名したの？金梅。ああ、なるほどね。金梅チルトレン。うん、じゃあ金ちゃん金ちゃんなんだとは言わないけど、うん、まあ気違い系だよ。それ系か。じゃあ命は短えな。うーん、捕まるか。まだ22だから。ああ、だ根性座ってんの22し、あれ不良にぶん殴られても、うん、美味しいと思ってもっと殴れて倒るから。へえ、まあどっかネジ抜けてんだよ。じゃあ、うん、じゃなきゃそんなのないもん。クモン流っていうのはダメなの。なんか今誰かとコラボしてるって言ってたよ。あの鶴の神さんか。今は鶴の神と、うん、どこでやってんの？キャスバ。どこの？新宿。あ、東京なの？鶴の神が今東京に。あ、そうなの。それ知らねえわ。うん、だって彼だって大阪にもう拠点を置くんでしょ。だって西成あたりね、会員。いや、わかんない、それは。いや、部屋借りたとかなんとか噂も、うん、東京ちょっと行ったね。へえ。だって前もちょっと前も東京一回行ってね、うん、あのタイガさんかなんかの、いい、ああ、バックアッパーがいるんだ東京に。なるほどね。いいよな、でもそうやってバックアッパーがあのいると。俺は配信外ではいないよ。もう全部ふわっちゃいてるんだ。あ、そう。それも誰か知らない人。ねえ。だからすごいすごいって言ってくれたけど、あの人誰か知らない。たまたま今回だけど。あのぶん投げたの 100万ぐらいだろ。普段はいくらだっけ。850だから、まあまあまあ、あ50万。850発だろ。半端ねえぜお前。だって通常だったら今村ちゃん同じぐらい、この時期。いやそうなんです。そっから、いやお前、俺の見たらびっくりすんぜ。俺が1
かにみんなからアイテムもらってないか。じゃあ俺これ見てみ、見てみ、見てみ。これ見て見て。違い、金額だよ、今月。見てる、見てる、見てる。見てるって見れねえじゃん。知ってんのって。なんでよ。だってマンスリーで出てる。いやいや、あれは違うよ。本当の金額じゃないからね、マンスリーは。あれ、数字は別だから。いや、8ヶ月ぐらい。ここ見てみ、ほら。今月これだぜ。8ヶ月ぐらいでしょ。だいたい想像つく。ああ、そっかそっか、なるほどね。で、そのまま今月終われば、まあ、こんぐらい片手ぐらい。いやー、どうかな、今月は。まあ、でも誕生月っていうのはあるから。29年ね。それはでかいよ。どうなんだろうな。チャンマーは UFJ があるじゃん、つったって。なもんめ。いや、まあ、そんなもんっていうか。でもさ、うん、生き残れりゃいいね。またいいとき来るしさ。そうそう。で、俺はね、贅沢しようと思ってないの。ないないない。うん。もうギリでいいんだよ。うん。俺もそうだよ。俺東京だけどさ、うん、70人もよ、あんなと。女に金使うわけでもないしさ。うん。別に配信ができりゃいいんだよ。あと好きな格闘技やれりゃ何も少しな、ほんの少しだけプラだったらいいから、まあ、酒飲み行ったりね、そうそうそう、たまにちょっとあるから、うん、俺は女にさ、そんな使うわけでもねえしさ、俺もだって女遊びってほとんどしねえで、ね、ほとんどそのだってキャバとか俺行かねえほとんどだ、ちょっとは行くの、いやいや、だから飲みは行かねえし、俺風俗行かねえから、うん、俺みんな知ってるよ、うん、